エスパーマビは、藤子、F、藤尾による日本の漫画、また、それを原作とした、テレビアニメとテレビドラマ。漫画雑誌、漫画くんの総刊号から翌1978年まで連載され、漫画くんが少年ビッグコミックに改題された後は不定期に、掲載、1983年に最終回を迎えた。なお、本作の原型として1974年に、 発表された短編、赤毛の暗示がある。お化けの九太郎から始まった生活ギャグ路線が曲がり角に来たという作者の判断から描かれた作品であり、お胸としている。なお、藤子、F、藤代のアシスタントを務めた海老原けしによると、海老原、けしのお色気漫画マイッチング町子先生のヒットによって藤子、F、藤代の漫画には、 色気がないという評価が当たったことから、お色気漫画を描いてみようかと思い立ったことも、執筆の動機にあると述べている。なお、主人公である、マビの裸シーンを描くために、筆者は SM クラブに通って勉強したとのこと。上記の理由から主人公たちの年齢が中学生で、あり、他の子供向けの藤子作品より若干上になっている。新規軸は、成功を収め、 21世紀に至るまで番を重ねる作者の代表作の一つとなった。1987年4月からテレビ朝日系列でアニメ化された。それに伴い、月刊コ,コロコロコミック同年4月号から1988年4月号まで再掲載が行われ、同誌の別冊や増刊号にも一回ずつ再掲載されている。劇場版も一本制作された。 テレビアニメはオリジナルストーリーも多数交え約2年半にわたるロングラン放映となった。2002年には NHK ドラマ愛の歌枠で実写ドラマ化された。暁中学に通うごく普通の中学生である少女、桜まみは同じクラスの高畑和夫をピンチから無意識に助け出したことをきっかけに自分の中に超能力が眠っていることに気づく。高畑は 自分がエスパーだと誤解していたため、真実を知って気落ちする、あまりマビと距離を置いてしまうが、気を取り直して、エスパーのコーチとして、協力を申し出る。高畑のサポートの下、自身の超能力に磨きをかけながら、マビはごく普通の中学生と、人助けをする正義のエスパーとしての二重生活に、奔走していくのであった。基本的に、原作もアニメも、 一話完結型のストーリーだが、後のストーリー進行に欠かせない人物として再登場する者も,もいる。声からは、アニメのエインからは、ドラマのキャストなお、マビは超能力が使えることを秘密にしており、それを知っているのは、高畑のほか、写真部員の篠山やアニメ第61話に登場した元刑事など少人数しかいないが、ドラマでは最終回で両親にも知られる。 また原作やアニメでも使いすぎなどの原因から何度か発覚の危機に見舞われたが、その度に運よく回避されている。様丘陵地帯にある町で、急間川がしばしば登場し、世田谷区から走って40分というセリフが登場する。またセリフで、大梅街道といえば、目と鼻の先と実在の場所も出てきている。また、マビの自宅が空き巣の被害に遭った時駆けつけたのは、 警視庁所属の警察官であることから東京都内である。口述のようにネディマクが舞台のドラえもんのキャラクターが近所の住人として登場したこともある。原作と同じくサマ料モデルは明示されていないが以下のような描写と設定がある。制作が NHK 名古屋放送局のため中学校は名古屋市立東西中学校を使用し、 初回のリポートするシーンは平和公演であり、最終回のマビが高畑と会うシーンは鶴舞公演であるように名古屋市が舞台である。アニメでは私立と明記されているが、原作やドラマでは表記がない。どの媒体でも作中に登場する生徒はほぼ学校の近辺で生活しているが、アニメ版には林県である山梨県からの通学も許可されていたり、 バスで通学している生徒がいるといった描写がある。また、少年院帰りの黒田赤太郎のような OB も存在する。教師陣はそれぞれに生徒からあだ名を付けられている。原作では、生徒の制服型話と異なっているような描写も1話だけあった。未収録や差し替えが多い藤子、F、藤尾の漫画では、珍しくすべて収録されている作品である。 基礎データストーリー上の特徴30分1話完結をベースとするが、学園暗黒地帯のみ、原作同様にアニメ版でも2話で一つのエピソードを構成する形が取られた。この他、第16話、魔女、マビのラストは、次話、指定からの声の導入部へストーリーをつなげる形としている。藤子藤尾愛の悪時代は、第27話の、 星空のランデブーを除き原作にあるエピソードのみであったが単独枠以降後から多くアニメオリジナルエピソードが使用されるようになる。原作にあるエピソードでも結末を丸く収めるような形に改変したり各話の季節感を放送時期に合わせたケースがある。原作の中で黒い手とズッコケお正月、サブローは鉄砲玉はアニメ化されていない。 原作からのストーリーは後日の映画を含めて1989年の放送枠移動までに消化している。最後の原作アニメ化はくたばれ評論家だった。ちなみに原作の最終回にあたるパパの絵、最高はそれより早い第82話でアニメ化されている。1989年春の放送枠移動以降はべてアニメオリジナルストーリーで最終回は マビの父、十老がフランスに、会が留学する話となった。ゲストキャラクター主要人物は、登場人物を参照。第1話第40話、第41話第80話、第81話第119話、スタッフ主題歌レコード、コロンビアレコードカクアリスト、原作タイトルの欄に、と書かれているものは、アニメオリジナルストーリーである。藤子。 フジオワイド独立番組化放送局放送日時は、個別に出展が掲示されてあるものを除き、1989年9月中旬から10月上旬時点、放送系列は放送当時のものとする。なお、フジ子フジオワイド内で放送されたエスパーマビについては、フジ子フジオワイド放送局を参照。エスパーマビ星空のダンシングドールは、1988年3月12日に、 公開されたアニメーション映画。同時上映は、ドラえもんのび太のパラレル最有機、ウルトラビー・ブラックホールからの独裁者 BB。解説、原圭一の劇場作品初監督にして、原点とも言うべき作品。子供受けは、あまり良くなかったと言われており、原も、アニメーション監督、原圭一に収録されたインタビューで、自分が見た際に、 観客の子供が外に出て行ったと語っている。原作のエピソード、人形が泣いたをベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形を亡くした少女、めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた、向こ連絡船が登場する場面がある。ストーリーフとしたことから、人形劇団、こけし座と知り合った。 マビは子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形を亡くして泣いている女の子、めぐみと出会った。マビは人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。マビは、こけし座の青年たちとめぐみに元気を取り戻そうとする。しかし、そのこけし座に危機が訪れる。キャストスタッフ劇中歌アニメの DVD ボックスの上巻が2006年8月4日に、 下官が12月8日にフロンティアワークスより販売されている。これまでにもエスパーマビの全話ソフト化をという希望は多かったが、権利面や映像の状態などから長年にわたって実現しなかった。上巻では次回予告が未収録となったが、下巻文の次回予告は全話文発見され、下巻には収録。上巻の次回予告は上下巻の連動応募特典 DVD に、 収録された。また、2007年11月27日より、DVD 端末の1から5巻の発売が開始され、以後翌年2月まで5巻ずつ、計20巻が発売された。なお、連動応募特典として、1から10巻の購入で、ミニブックレット、11から20巻の購入で200ページ、超特製ブックレット、さらに全巻購入で非売品 DVD を、 プレゼントとの趣旨だが、これらのものはすべて DVD ボックスの特典と同じ、ものである。2014年10月29日にもアニバーサリー、DVD ボックスが発売され、劇場版、星空のダンシングドールが初収録された。ただし、特典はついていない。2002年1月5日より3月23日まで、毎週土曜日18時18時30分に、 NHK 教育テレビのドラマ愛の歌枠で放送された。全12話。主演は笹岡里沙。制作が NHK 名古屋放送局であることから舞台が東京近郊から名古屋へと変更されている。その他にもマビがダンス部に所属しているなど原作と異なる設定が多く、原作及びアニメでは事件に関わった人に、 超能力がバレてしまうことはあったが、最後までバレることのなかった両親に最終回にて、露見してしまう。主要人物は、登場人物を参照。参照、宇宙船、イヤーブック2003もともと、藤子、F、藤代の作品は、と作品のキャラクターを出演させることが多い。特にドラえもんではその傾向が顕著である。ドラえもん天倒虫コミックス32巻の、 何でも空港において、空を飛んでいる、マビが地上に降ろされるシーンがある。31巻には、エスパースネオという話がある。また、ドラえもん、藤子、F、藤尾生誕80周年記念タイムマシンがなくなって、大ピンチドラえもん冬の1時間スペシャル、超巨大ドラ焼き作りでは、ドラえもんのドラ焼き作りを、他の F キャラたちと一緒に手伝っていた。 2006年3月6日公開のドラえもんのび太の恐竜2006では人混みの中にマビと高畑が紛れ込んでいる。逆にエスパーマビの嘘をイいールでは近所の住民の中にスネオやドラえもん、のび太、ジャイアン、静かが登場している。この時スネオの見せりふがありかまいたちのことを話している。またアニメ版ではドラえもんの BGM が流れている。 同じく、ずっこけ、お正月でも、近所の子供としてジャイアントスネオが登場しているが、こちらは、アニメ化されていないエピソードである。2007年3月10日公開の映画、ドラえもんのび太の新魔界大冒険七人の魔法使いにおいて、作中のテレビアニメ番組として、魔法少女マミが描かれ、その主人公として、マビをベースとしたキャラクターが登場した。マミの声を演じたのは、 セナ歩ゆ明確にマビをモチーフとしたキャラクターが、藤子アニメに登場したのは、本編が終了して、以来18年ぶりのこと。2010年11月19日放送のアニメ、ドラえもん、あやとり世界の王様ににおいて、モブキャラクターとして登場。クラスメイトののんちゃんと一緒にのびたの活躍に、賞賛の拍手を送っていた。逆に他の漫画家に、パロディ化された例として、 東秀夫、エスパー三蔵があり、作中にマビモ1コマだけ登場している。実ノ処方の漫画雑誌、アニパロコミックスでは、江口勇が本作のアニパロを執筆している。扱いは、高畑の方が大きく、マイケル・ジャクソンのような外観で、マイケル・高畑と名乗っている。江口の作品集、本格探偵漫画、香り、江口勇作品集に一部収録。 2005年6月30日に刊行された古典部シリーズの第3作クドリャフカの順番において登場人物の一人であるイハラマヤハナがマビのコスプレをしている。原作のみ、アニメでは別のキャラに変更されている。エスパーマビ星空のダンシングドールに関するカテゴリー。ありがとうございます。